え、そう、マフラーね、絶対いると思って今日マフラーを買おうと思ったんだけど、ちょっとどうしても欲しいのが、欲しいのってかお店見に行って、うわこのマフラー欲しいってなったんだけど、結局迷って買わなかったんだ、このマフラー。そう、でもすごいいいとこまで悩んだんだよ、すごくいいとこまで悩んだのに、うーんってなって買うのやめた。でも今思えば買えばよかったって後悔してる。メリージェニーのマフラーなんですけど、服買っちゃった、なんか爆買いしちゃった、爆買いではないけど3着買っちゃった。なんかエピヌのマフラー、エピヌ、エピヌ、エピヌの、え、エピヌの可愛いよね。そう、今日エピヌも行ったの、エピヌの服も欲しくなっちゃって、でもちょっとエピヌは高くて妥協しちゃったんだけど、あやねちゃんのお持ち帰り、あやねちゃん今日お持ち帰りしようとしてないよ、私がして仕事じゃなかったら呼んでたけど、仕事だからちょっと呼べなくて、ただいま。ってことで今日は横内さんが演出とか出演してて、今扉田さんの舞台で演出女子のリサさんが出てるホテカルを、ホテルカリフォルニアを見に行ってきました。イエーイ、見に行ってきました。なんかね、すごい世代ではあるんだろうけど、やっぱなんだろう、すごい扉田さんが愛されてるなって。だからなんだろう、結構年上の方はすごい笑ってたので、ファンの方とかの世代とかはみんな知ってる話、知ってる、なんか笑えるシーンがより多いんじゃないかなって思って、私たちは全然その世代に知らないのがいっぱいあったから、そこでなんだろうって思うとこいっぱいあったけど、みんなだったらよりなんか共感できるとこたくさんあるのかなって思った。そう、舞台のホテルカリフォルニアって曲も昔の曲だから、すごい、でも横内さんが演技してるのとリサさんが演技してるのを見たことなかったからすごい新鮮でした。めちゃ新鮮だった。髪の毛なんか時間経つといい感じなんだよな。そう、リサさんもね、稽古してないってずっと愛媛にいるときに、起こさないと起こさないとリサさん言ってて、愛媛にいる期間にリサさんは合間にやってました。いやー、買い物しちゃったな今日も。今日とってなんか愛媛から帰ってきて買い物2週間くらいしてなかったから、すごい買っちゃったな。
レシートがみるみる溜まっていくのよね。あ、でも実家にそういえばベニマ飲んで送ったわ。これ何？いや、ちゃんと家計簿とかもつけたいって思ってんのに、なんかもうつけれなくなっちゃってるし。洋服買った。マジでなんかめっちゃ買ったんだよね。なんてこんな買ってる。でも、ね、時計簿とか書かないと溜まってっちゃう。今日買ったやつで一番のお気に入りを紹介するね。ずっと帽子が欲しくて、まあバケハが欲しかったんですけど、メリージェニーってとこで黒のレースバケハを買いました。え、可愛くない？なんかね、レースがついてるの、ここに。わかるかな？あ、こんな感じ。バケハ欲しくて、そう、愛媛とか行くから絶対帽子いるなと思ったから。え、可愛いよね。なんか白もあったんだけど、ちょっと黒にしてみた。ベロア素材に、そう、こうやってレースがついてるの。可愛くない？めちゃ可愛いよね。そう、もうこれ一目惚れだった。ちょっと安くなってたから、1000円くらい安くなってたから買ってみた。でも明かりっぽい、似合いそうね。赤すぎたかな。かわいい。一目惚れでした。もうなんか個人的には白のバケハが好きなんだけど、白のバケハとかを持ってて、夏用に。だから黒買おうと思って。可愛くない？で、メリージェリーのねマフラーも買おうと思ったのよ。思ったんだけど諦めた。めちゃかわいい。お気に入り。私また上の服買っちゃったんだよね。本当に下の服がなさすぎてって言っても、下買ったんだけど。じゃあ今日の購入品紹介するね。毎日毎日ごめんね、購入品紹介ばっかりしてね。この帽子は絶対たくさん使う。今度愛媛行った時に絶対かぶります。だからこの帽子かぶってる人がいたら、あ、ユナだなって思ってくる。すいませんって。
え、これでさ、メガネかけてさ、マスクしたら完全芸能人じゃない。私もメガネもはめたいんだよね、いつかは。伊達メガネ。私目悪くなりたい、メガネかけたいんだもん。だって縦メガネってあんまかける人いないじゃん。そう、目悪くないの。だからなんかただ視界に邪魔になるだけ、このメガネとか。目がいいことはいいことなんだけど、そのかけたいんだよね。いや本当にただ邪魔なの、これ。視界に、視界が曇る、うん、ちょっと曇ってる。そう、目がいいに越したことはないんだけどね。でもはめたいんだよね、やっぱ。はめることがない人からしたら。感じでも、いや、こういう大人っぽい人になりたいんだよな。でもなんかバカボン、バカボンみたい。写真送るね。そう、お気に入り、これこれお気に入り。あー、こうやって物がどんどん増えていくわ。私なんか物の生活本当にできないから。これはもう絶対姫にかぶっていく。メリージェニーで初めて自分で買ったからさ、メリージェニーなんか買ったことなくて。でも帽子は、あとここの、ここの帽子は、あんまり私帽子かぶんなくて、てかあんまり帽子持ってない。けどこれもなんか買った。でもなんか秋っぽい。これも持ってるけど、947、一応やっとくか。900、47。喉鳴っちゃった。うん、あんまりかぶんない、これでも。なんか僕
ブカブカなんだよね。この紐って何のためになるんだろう。あと買ったのは、これはこれは黒のショートパンツなんで、もうなんかずっと欲しくて黒のショートパンツを、でもどこで買おうかなってずっと迷ってて、ナイスクラップって感じだったからよかった。なんかこれは、まあ、例えばだけど、これはナイスクラップコーデになっちゃうんだけど、こういう大きいトレーナーにこうやってちょっと着て、まあ、全然見えなかった。こういうのにこうやって合わせてロングブーツ履いたりとか、まあこれに合わせたくて買ったって言っても過言じゃない。そう、このカーディガン買ったじゃん。これにこれを合わせたくて、こう、あ、伝わってほしい。こんな感じ。合わせたくて買ってみた。まあ女の子は寒くてもおしゃれするものですからね。よいしょ。かわいいしょ。まあきっと夏にも使える素材だから、レシートを一応取っとこうかな。わー、これは全然買う目的なかったんだけど、なんか謎に安くて3000円だったから買っちゃったっていう感じなんですけど、メリージェニーのショッパーとかも可愛い。私こういう紙袋集めるの大好きだからさ、なんかいっぱい買っちゃった。福オタクだな私は。なんか一目ぼれして3000円だったから買っちゃった。水色のカーディガン、これは中にタートルネックとかを着て、下は白のジーパンとかで合わせたいなと思って、ちょっと大きめの、あーらかわいい、あーらかわいいね。そう、水色欲しくて、なんかこれがこうタートルネックだったらまたよりかわいいんですけど、そう買ってみた。これ明日着ていこうかな。かわいい、これかわいい、これ3000円なの。しかもちょっと大きくてお尻隠れるくらいだから、待って、かわいい、これは買って正解だわ、自分で言ってるんだけど。正解じゃない、これは。かわいいね、これ3000円だったら安くない？これ白いタートルネック着て、下ロングスカートで、明日これ着てこうかな。かわいい、愛媛にも着ていきたい。
かわいい、そんくらいかわいい。そう、なんか部屋着としても着ててもかわいいですよって言われて、なんかキャミソール中に着てこれ羽織とかでもかわいいと思いますって言って、あ、それはすごいあざといですねって言って、かわいい。あ、でもボタン外してもかわいいもんね。でもこれになんかタートルネックニット着てヒートテック着たらあったかいじゃないかな。かわいい。これはいい買い物したかも。なんか一目惚れだったんだよねこれ。そう、かわいいね、かわいい、最高。明日着ようかな。寒くなかったらいいけど。良い買い物した。いやだからめっちゃ3着買ったんだよね。もっともっと欲しかったくらい。他の色はなかったかも。この形なんか違うのもいろんな色あったけど。いやでもこれ1枚でタートルネックにショーパンでも絶対可愛いし、いや全て可愛い。明日は今日と同じくらいの気温。うん、そりゃ寒いわ。どうしよう、寒いのか明日。今日ですら寒かった。てか人多すぎてもう人酔いするかと思った。あとはね、久しぶりに一蘭食べた。明日はそう朝から、でもちょっとすぐ終わるから、すぐではないな、4時間くらい仕事して、その後友達と会います。どこ行こうかなって感じだけど、あと今日は大西と下尾に会えたかも。あと真っ白、そう、あやねちゃんと舞台見に行ってお買い物して、それはちょっと事務所に行ってきて、真っ白と大西と下尾に会えました。あとスタッフさん、久しぶりにスタッフさんにも会ったからさ、2週間ぶりとか、元気って言って、元気ですよ、真っ白元気だった。喋ってくれたよ。真っ白パイセン。そうなの。実
手伝いしてたよ。何が流行ってるのとか聞いてみたけど難しかった。今日やばいね。今日が一番寒いとかない？ある？寒すぎる。えぐ寒い。暖房ついてるさ。なんかでもね、暑すぎるとこもるのも嫌だし、むずい。明日も寒い。もしかしてだけど、もしかしてだけど、明日は違う服で行こうかな。明後日はカーディガンで行こうかな。でもやっぱ今はさ、カーディガンとかで重ね着してる子が多いのね、街中ではおばさんみたいな、街中では多いんだね。うわ、でも今日の上着で行ったのは失敗だった。寒かった。薄着すぎて。ねえ、マフラー買えばよかった。どこで買おうかな。いや、マフラー持ってるんだよ。でも可愛いマフラーが欲しくなっちゃって、なんか今日はえぐい物欲だった。えぐ物欲だ。いや、エピヌの服も可愛かったの。エピヌで初めて試着したんだけど、試着して思ったことは、ああ自分太ったなって思った。エピヌの服って結構華奢めで作られてるから、着てみたら、ああ太ったな。でもエピヌのトレーナーも可愛かったんだよな。萌音ちゃんと二人で、かわいいかわいいって言いながら買い物してた。いやー、そんなことあるのよ。
サヤリン今日一緒じゃなかった、ホテカレってこと。サヤリンはあやちゃんは爆買いしてないです、何も買ってない。それはそれサヤリンは夜だったと思う。されてない。何この服めっちゃ可愛いんだけど。可愛くない？ハートになってる。いやもう今日もダズリンとかも見たし、めっちゃ可愛いのいっぱいあって、冬服可愛いのいっぱいあった。待って、寒くない？暖房25度だよ。寒いんだけど。あ、ドア開いてるからかな。ドア閉めよう。でもこうすると黒のアウターとか欲しくなってくる。私黒のアウター全然あったかいの持ってないから。エグ可愛いんだけど。サブ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 。あ、そうで今日さ、スタバのクラシック、ほうじ茶クラシックティーラテ飲もうと思ったら売り切れててさ、普通のほうじ茶ティーラテにミルク、オールミルクにしてキャラメルソース追加して飲んだけど、やっぱほうじ茶クラシックティーラテじゃないと満足しない。なんかいっぱい歩いてるから疲れたとかじゃなくて、人が多いのに疲れた。どう違うんだろう、なんか全然違うけど、クラシックティーラテが一番美味しい。人混み苦手だなって今日改めて気づいた。あとは東京の人って結構みんなガツガツしてるからガツガツしてるから、そう疲れちゃった。
ああ、どうしてみたら全然あったかいわ。カーテンしっかり閉めた。寒いね、こんなのもう真冬じゃん。あとザラで可愛いお洋服も見つけた。そうだよね、真冬だよね普通に。確かに。じゃあ上着着ないと、着ないとおかしいか。普通に考えて。寒いの苦手。私鼻水ピーピー出ちゃう。あと昼に一蘭食べた。久しぶりの一蘭でした。美味しかった。もう一瞬だった。多分ね5分くらいで食べたと思うよ一蘭。秘伝のタレ辛いやつもね、今日は5にしたけど、いつもは6とか7とかにしてると思う。5じゃ足りなかったから。リフもあるよ、一覧は。車種がにあるよ。うわ、エピノのマフラーめっちゃ可愛いじゃん。ありがとう、教えてくれて。見たけど今日めっちゃ可愛い、ね、寒そう。明日冬服って女子の可愛さ増すと思う。わかるー、わかるー。萌え袖とか可愛いよねとか、寒いのに足出してる女の子とか本当に可愛いって思う。寒い寒いってのは思うけどね、可愛く見えるよね。わかるわかる。マフラーはね普段もしないけど持ってはいるんだよね。持って帰ってきたもん。こっちいやでもマフラーいるなって思った。ちょっとマフラー持ってくる。なんでこの
ち覚えていないんです。どこで買ったんだろうこれ、どこで買ったんだろうこれ、え、マジでどこで買ったんだろうってくらい分かんないまま買った。いや、マフラーの仕方分かんないね、どこで買った、いつ買ったかも分かんないけど、なんかみんな今さ、ここでさ、蝶々結びしてんのめっちゃ可愛いんだよ。分かんないけど、できないけど私は。え、マフラーってこんなん、あ、高校の時はこうしてたな。まあ、あったかいんだけど、なんでこの色にしたかはちょっとよくわかんない。本当はこっち系の色がいいんだけど。可愛いよね、でもマフラーしてる子って。そう、マフラーするのめんどくさくてタートルネックにしてるってことよくある。静電気すごい、なんかね、マフラーすると静電気すごいからしないのよね。可愛いよね、でもどこで買ったんだろう。そう、マフラーの静電気が嫌でタートルネックにしてる。そしたらマフラーはしなくていいじゃん。毎日の服に困るわ。もうないわけじゃないんだけど、何着よう。よいしょ。寒い寒い寒い。もう寒いと足出す勇気がないのよね。冷え性、私、冷え性じゃないかな。いや、みんなさ、コートとか着てるのにどうやって服コーディネートしてるんだろうって永遠の疑問なの。コート着るってなると結構服決めるの大変じゃない？コートで服合わせなきゃいけなくない？コート少ないと。
もうロングコートとか持ってるから、ロングコートとか着ようかな。よし、じゃあそろそろ終わります。そう、パーカーとかね、トレーナーってコートむずくなっちゃうから。ランキング読みます。13位、茨城のダイムあっマーク、うなたりどんさん。12位、クロキャットマーク、スリーカー売り切れ、プレゼント考え中、何がいいさん。お洋服とかレッスン着とかもう嬉しいです。もう洋服もらえたら嬉しいですね。11位、ゴーンさん。10位、アキッコさん。9位、服部ゆな牧場牧場長さん。8位、チューシャットマーク、セナタンさん。7位、ソランさん。6位、松岡翔一さん。5位、TK トンカラットマーク、タイナナトリドンさん。4位、ワイキャットマーク、今日も安定超かわいい、お仕事頑張ってね、おやすみさん。3位、ゆうきさん。2位、元気カットマーク、ナトリドンさん。1位、マンノンさんです。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ明日は、ウキウキなお仕事が決まったので、お知らせできるのを楽しみに待っていてください。ということで、見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。